庄司優子です。おはようございます。久しぶりに千鳥さんのあの銀チョコが食べたくなって買ってきました。朝行かないとね、売り切れちゃうんで、もうそのまま行ってきました。なんで頭ね、ボサボサなんよね。恥ずかしいけ、これでやります。今回千鳥さんの銀チョコは期間限定でリンゴペーストになってるらしいです。すごい楽しみ。クリームがリンゴっちゅうことかいな。あ、これもね、大人気のしまじまバナナコッペです。いただきます。銀チョコ、今回は期間限定でリンゴカスタードクリームになってます。銀チョコじゃけ銀をつけたまんまね、食べる。しかしね、デブリンなんですよね。このボリュームが嬉しい。リンゴの甘さが全面に広がってます。で、銀チョコのチョコレートがとにかくたっぷりなんで、そのチョコレートを全部フルーティーにしてるような感じです。チョコレートフルーツ合うもんね。いや、美味しい。チョコレートが濃ゆいんじゃ。まあ、この千鳥さんの銀チョコはもう定期的に食べたい病になる。皆さんもないですか、そういう病気、あれ食べたいみたいな。しまじまバナナコッペ、こちらも定番の商品で大人気です。中はね、バナナが入ってるんだけど、光バナナといって、この辺ではちょっと珍しいバナナなんです。バナナオールね、ほんと大きいよねこれ。優しい、ふわふわした感じです。食感も味わいもふわんふわんって感じで、本当に美味しい。自然な優しい甘さです。本当にこれパンなんだけど、完全にスイーツ。銀チョコは中も外もクリームがたっぷり。これもスイーツですね。1個の銀チョコに板チョコ1個使っちゃうんじゃないかっちゅうぐらいチョコレートすごい。
もうね、中のバナナがね、他のバナナと全然違う。すっごい上品な甘さなんですよ。この中に入っててもよくわかるもんね。あと3つずつ。いる？ダメ。あ、リンゴのカスタードいいな。ドーンって感じね。あと一つずつ。最後一個。
ごちそうさまでした。地元里の栗屋さんで売っている千鳥さんの大きな銀チョコと島々バナナコッペ、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。銀チョコのリンゴカスタードバージョン A ですね。美味しい。すごいフルーティーで甘みがねふわっと増すというかね、よかったです。島々バナナコッペの中のバナナは本当にねすっきりとしたお味で上品なんですよ。もうぜひね食べてもらいたいんですけどね、地元ですからね。はい、あ、帽子取る、取ってみる。やばいっしょ、起きてすぐ行きました。まあ変わらんかいつもと。